ダナン、アビラン剣ソアカ、シュラマハケ。強大な力を秘めた創造神ブラフマーのシャクティはブラフマーの最後の審判によってシュラ王シュラトのものとなった。シュラトは天空殿に侵入した不動明王アカラナータを一撃で粉砕し、八部衆の仲間たちと再会を果たした。そしてシュラトは一気にアスラ神軍の総帥破壊神シバを倒すべく異動級へと突入したが、異動級と融合した名帝ビカラがその前に立ちふさがるのだった。龍馬、レイガ、ダン、クーヤは異動級の心臓部へと向かい、シュラトはヒューガとレンゲに守られて奥の間を目指した。しかしビカラの執拗な攻撃についにシュラトたちは捕らえられてしまった。このピンチにヒューガはシュラトを先に進ませようと命を懸けた。皆の願いを受けてシュラトは今シバの元へと急ぐのだった。最終決戦、憎しみの拳を引け。この野郎、シュラト、そんなものに構うな。振り切ればいいんだ。分かった。やるな、龍馬。さてと、今度は私の番ね。力押しは肉体派の龍馬くんに任せて、私はと。オンボダロ社にソワカ。ああ、バッチ。レイガ、あれは羽に移動球の内部を覚えさせたってわけ。うまく心臓部を探し出してくれればいいんだけどね。よし、行こう。一刻も早く移動級の心臓部を叩いてシュラトの行く手を切り開くんだ。おお。そう、バケモンが。シュラト、大丈夫か。レンギこそ行くぜ。シュラト、なんかにかまってられっかよ。やった。もっとか。なんかさせるか、化け物。シュラト。Shut up!
シュラト、言ってくれ、私に構わず頼む。必ず迎えに来るからな。ああ、待っている。お前がシヴァを倒し迎えに来てくれるの。頼んだぞ。シヴァ、我が偉大なる黒の相馬、受けてみるがいい。そしてこの島に歯向かうは愚かと知るも。ミシル様、おとなしく観念した方が身のためですよ。 なぜここが分かったんだ。なぜだ。教えて欲しかったらなんかちょうだい。覚悟しろ、いいから。貴様らごとくに不覚を取る私ではないわ。そんな格好で何ができるっていうの。くっ、うわ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 、スプラズ溶けろ、溶けてしまえ。クーヤちゃん、なんとかなんないの。なんとかしましょう。え、ナウマサンマンダーボダナンゲンダリバンダッパスイコリン。何、うわー、くらえ、騎馬激進派。羽吹雪、あ、何、この理科はただでは死なぬ。死ぬなら貴様らの道連れよ。うわうわ、シュラトちゃん、あんたの行く手を遮るものはもう何もなくなったからね。行け、シュラト。
キュンが、龍馬たちがイカラを倒してくれたんだ。なんだこれは。感じる、感じるぞ。強大な黒の相馬が渦巻いている。行くぜ。シュラソワカ。シュラト、かわいい。何がおかしい。笑うな、笑うんじゃねえ。ガイ、てめえ天狗界を破壊し滅亡に追い込んで何が楽しい。楽しい、そう楽しいのだ。破壊に理由などいらぬ。破壊こそは何よりも勝る最高の快楽。そうは思わないか、シュラト。てめえって野郎は、貴様らアスラ神軍のためにどれほどの天空人が傷つき死んでいったと思ってるんだ。どけかい。シバはどこだ。あいつだけは絶対にこの俺ができるかな。何、1万年前と比べ貴様らデーバ神軍のなんと弱々しいこと。ブラフマーはすでになく、このヤシャ王は今や貴様の敵。そして貴様らが頼みとするビシュヌの命も間もなく尽きる。ビシュヌ様が楽しゅ、はい、これからはあなたが人々を守りシュラトの力となってください。ビシュヌ様、いや、そんなことおっしゃらないで。あなたならできます。いえ、やらなくてはならないのです。でも、でも私にビシュヌ様の代わりなんて。楽しゅ、振り返らずまっすぐにお歩きなさい。いつの日か必ずその足跡があなたに何かを語りかけてくれます。ビシュヌ様、こうしてあなたに見とられて旅立つのも定め。楽しゅ、後を頼みましたよ。ビシュヌ様。ビシュヌ様、ビシュヌ様が亡くなられた。そんな、ビシュヌなど芝様の黒の相馬にかかればゴミも同然。もはや貴様らデーバ神軍に勝利はない。ガイ、てめえ、いい目だな、シュラ王。美しいぞ、憎しみに歪んだその目。シバ、お前がシバか。だとしたら許せねえ。叩き潰してやる。
ブラフマーのシャクティを使う気か。無駄なことを。ほざくな。ブラフマーのシャクティの力知らないとは言わせねえぞ。確かに。だがそれはブラフマー本人がつけていればの話。何？わからんのか。そなたはブラフマーの後継者としてはまだ不完全なのだ。今のそなたなど私の黒の相馬の敵ではない。シュラト、貴様との長きにわたる戦いももう飽き飽きしたわ。今こそここで決着をつけてやるか。そして私の黒の相馬が貴様より優れていることを証明してやろう。ガイ、シュラトよ、あの世の手土産に良いことを教えてやろう。親友のガイがなぜアスラ神軍として転生したのかを。それは私だ。私が1万年前夜叉王の黒の相馬が目覚めるようにしておいた。なんだと。1万年前、貴様と夜叉王がブラフマーにより後継者として選ばれたその時、異空間に封じられようとしていた私は一瞬の隙をつき、夜叉王に黒の相馬の種を植え付けた。天空界へ再び転生した時目覚めるように。そうだそう、苦しむ、もっと苦しみ、のたうちまう黒の相馬に目覚めるなど。そして1万年後、我と共に天空界を滅ぼそうぞ、夜叉王。さすがのビシュヌも転生してきた夜叉王がアスラ神軍の手先とは思いもよらなかった。全ては我が黒の相馬の勝利。貴様がガイを、ガイと俺を引き裂いたのか。引き裂いた、愚かな。私はかつて貴様を友と呼んだことを恥じている。黒の相馬とは誰しもが持っている、いわば悪の心。私はそれを解き放ってやったに過ぎぬ。ガイ、私を恨んでおるか。とんでもございません。この喜び、この快感、夜叉王ガイ、感謝の極み。どうだシュラト、貴様も私のように黒の相馬の赴くままに生きてみろ。震えるほどの快感が味わえるぞ。やめろ。俺は黒の相馬なんか持っちゃいねえ。死ね、シュラト。黒の相馬は強大にして無敵。黒の相馬こそがこの世のただ一つの真実なのだ。違う。かつての親友同士が憎み合い殺し合う、素晴らしい。ブラフマーもとんだ見込み違いをしたものだ。こんな男を後継者に選ぶとはな。ガイ、てめえそんなこともわからないほど腐りきっちまったのかよ。何、ブラフマーがお前を見捨てたわけはな。その黒の相馬だ。バキ野郎。ガイのバキ野郎。戦え戦え。
怒りを燃やし憎しみを限らず暗黒の刃で人を裁くがいい。それすなわちクロノソーマ。シュラトは、ガイ、その顔だ、シュラト。貴様も己に隠されたプロの相馬を解き放ち、ガイを殺すがいい。俺が、俺は私の相馬が、私の黒の相馬がシュラトに勝った。そして全ての人々のために俺はついに柴との対決に臨んだ。アスラ神軍との長く苦しい戦いけれど、それも今ここで終わりにしてやる。ブラクマーのシャクティよ、今こそその力を俺に。だがその時ガイは。次回天空戦記シュラと未来深い闇を越えて、オンシュラソアカー。